こんにちは、ハイジーです。というわけで始まりました。サッカーで散々汗を流して走り回った後に幸せすぎるランチを堪能しようのコーナーでございまして、本日コスパ抜群、食べ放題的な、食べ放題の焼肉的なお店、そして幸せ度マックスのお店にやってまいりまして、もう見えますよね、焼肉ランチの文字、11時から16時の文字、そしてこの美味しそうな、完全にもう美味しくないわけがない焼肉の写真見えてますが、本日やってきましたのは上村牧場さんでございまして、以前に一度ね、食べ放題でやっぱ来たことあるんですよ。で、その時はランチじゃなかったので、今日はねランチを攻めてみようということで私やってきたわけでございますけども、ランチメニューはこちらで確認することができまして、薩摩カルピ&ハラミランチ、上村牛上赤身&ハラミランチとか、ズド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 ンといろんな、もう盛りだくさん、美味しそう焼肉ランチ、腹ペコを満たす満足ランチとかね、プレミアムですからね、でおかわり無料のご飯付き、贅沢なランチタイムのひとときをということで、なんと焼肉ランチメニュープラス上村ランチビュッフェというビュッフェがつくスタイルのビュッフェなんです。で、なんとカルビランチが980円から登場しておりまして、あれ待って待って、豚カルビ&鶏味噌に関しては780円からあります。で、お肉の倍とかもできますし、で、なんとプラス500円でランチビュッフェがつくという最強、あの美味しい焼肉がこの感じでいただけるという最強の焼肉ランチなんです。で、ちょっと待って、今日サッカー終わりで来たんですけども、一緒にサッカーやってたメンバーが偶然こちらのお店にサッカー終わりで来られてまして、僕の真後ろから今僕が撮影している様子を撮影している感じがちらっと見えてドキッとした。やってましたよね。というわけで本日はそのフットサル仲間のお三方と一緒に、来れることになりました。よろしくお願いします。すいません、あの声とかは出さない方がいいんですもんね。大丈夫です。あ、大丈夫なんです。何でも大丈夫なんです。どれを注文されるかということなんですけども、腹ペコランチ。あ、これビュッフェ付きの腹ペコランチ、あの皆さんが腹ペコ注文されるんだったら、僕はねやっぱ違うの見たいっていうのが、一応一番お安いやつを見たいじゃないですか。飲み放題って書いてる。サラダ、アイス、ドリンクバーも飲み放題。素晴らしい。素晴らしくないですかこれ。プラス500円でいいですよね。ご飯無料だしさ、はい、そうですよね。ハイジー向きだよね。ね、なんぼでもいけるじゃん。なんぼでも、ご飯何杯いけるかっていうこともね。このワンバンゴ刺身にご飯食って1枚の、はい、肉の枚数のお茶碗が必要迷惑です。確かにそんな食べ方したら時間ないルール上は OK かもしれないですけど、倫理上は分かんないですからね。いや、みんなすげえ撮ってんだ。うわ、これ山頂めちゃめちゃ撮ってる。もう食べる気満々だぞ。お肉追加して。うわ、来た。うわ、来た。僕がカルビ注文して、こっち絶対こっちハラミ。2種類やね、明らかに。そうですね。量あるね。いや、あるんですよ。120ってちっちゃいと思ったんだよ。いや、あのね、ここすごいんですよ。貼られたな。だって厚切りでしょ、しかもね。え、青い人たち重さ測れないんじゃない。
ちゃって。重さは測れますから。サービス、サービス、はい、そうです。すみません、あ、ありがとうございます。あ、入れるとこ、入れるとこ、すみません、あります。すみません、ありがとうございます。ちょっとやっぱね、大事ですもんね。このシーンのファンがいっぱいいるんで。あ、鳥居入れた。よいしょ、うわ。え、ちょっとその壺漬けのやつ、ちょっと、それ、すごいですね。あ、すげえ。めっちゃ入ってますね、そんで。あ、一種類じゃない。いいじゃん、ほんで。めちゃめちゃいいじゃないですか。一通り全部ね、これ注文しとけば、いろんなお肉いけるんだ。あと、これ誰、誰ですか、これ。このサラダバー、めちゃくちゃ取ってきてる人。すごいな。めっちゃ、あ、もう早速。早速、はい、いただきます。やっぱこの霜の降ってる感じ、そして自分の肉が奪われないか心配になる感じ、いいですね。このやめてくださいよ、僕の肉奪うのだけ。大丈夫だよ、すり替えるよ。すり替えないでくださいよ。これ目の前で君の目を隠してスクリーンクリーするこっちが僕ですからね。ジャッカルおっしゃるよ。ジャッカルやめてくださいよ。急に管理しとかないとね、はい、そうですね。あの、おかしいな、焼いたはずなのになって肉が違うぞって、見たことない鶏肉になってるぞ。変わってる、すり替わってる。それはお店の人に聞いてくださいね。あ、来た。これお前の本当に、これ本当に僕のです。この肉、あの、間違いないです。僕見てました、はい、盗んでないです。そうか。あ、うまい。そう、肉だけじゃない、キムチとご飯とお肉と、はい、ああ、もうさすが、さすが知り尽くしてますね、この。いや、もうワンカットまで、あ、いい、大丈夫、大丈夫です。焦がしてる、全部焦がしてるじゃないですか。なんか喋ってばっかで、ただキムチも挟めばいい。そうか、最高だな、この食べ方。もう、ボールロストするよ。しかし、サッカーなんでそんなにうまいんですか。ずっとやってるから。もう、ずっと一回も、あの、休止期間なく やり続けてる。でも、その、プロを目指すぐらいの感覚でやってたんですか。現役、本当の現役の頃って。それ誰、これ。それ僕です。ピーマンから譲ってくれねえか。ピーマン大事ですから。どう考えてもピーマンないからね。ピーマンはもうこっちの定食にしかないですから。美味しいね。美味しいですね。あとこれトマトでかいのが嬉しいですね。なんか急に、ね、トマトでかいの嬉しくないですか。いいよ。今高いし、トマト。高いですか ね。値段も結構合う。結構そうはいっても枚数はいけましたね。うん、乗ってましたちゃんと一皿に、はい。肉思ったよりぶっといね。ね。こういう定食を出してる割に、はい、厚みがあって、あー、そっかそっか、意外とあるね。減らない、ズボンの中減らないです。これ焼くタイミングを測ってる。あ、そうそう、あの真ん中、そのね、サラダバーにあったそれ、わ、すごい割り込ん、めちゃくちゃ割り込んで、いや混ぜちゃう。焼肉のプレースタイル、なかなか強引ですね。強引だよね。タイジンの肉のどれか分かんなくなった。もうわかります、ね、自分では分かってます。カルビ3枚だ、僕全部カルビなんで、かくらんできないですから。え、これからどんだけ食うんですか。いきますね。まだね、序章だと思います。だってお肉結構まだあるんで、壺の中に。いや、野菜は、あ、え、やっぱさすがおかわりのサラダの中もね、変えてきましたね。ちょっと攻め方変えました。辛いも入れてきました。まだまだここからですね。じゃあ刺激をもらうとまた動けるでしょ。ですよね。口がね。うん、しかしこれもうほとんどステーキみたいな、これすごいですね。辛みね、それやばいですよね。壺の中にそんなの入ってたんだ。で、僕のところにもあったカルビも入ってたかもしれないですね、そっちにね。入ってんだ。香川に行ってうどん屋を7軒とか回るじゃないですか。うんうん、信じられないですよ。7軒回るんですか。え、7軒回るんですか。最近は5軒ぐらいですけど、1日だと。かっけー。俺それでやめたの。
もうついていくのやめて食ってんのを待ってるだけだから、はい、壺の中からそうですね、まだまだ肉が出てくるんですね。呼ばれて飛び出てマシュマロなんてなかなか普段食べる機会ないですもんね。まあ美味しいです。まあね、結局マシュマロって美味しいはずですよね。君大福は美味しい。はい、私はおかわりオレンジパイナップルたい焼きを持ってまいりました。可愛らしいな、これ。可愛らしいの持ってきちゃったな。いや、めちゃめちゃいいな。あ、というかもういつの間にかスイーツも。これ、あ、すごい。いよいよ。美味しいよ、これ。いや、美味しい。なんかチョコチップ入ってますよね、アイスに。食べ放題の時のこれで来るの？そう。食べ放題のお肉でかいですよね。食べ放題のお肉。お肉のメニューでかいやつ、すごいでかい。昔、餃子の人で3000円チャレンジやろうとして、結構きつかった。食ったことがない。そうなんだ。そうなんだ。当時よりも多分単価が上がってるから、今だと王将で多分飲み物は別にして、はいはい、飲み物デザートを別にして、はい、1人4000円分食べましょうってなると、あ、確かに確かに結構きつい。そうですよね、天津飯だけでも何百円ですもんね。700円餃子でかいっすよ、ね、サイゼリアが4000円分はいけないですか。厳しい。あの、ステーキとか食べるよ別に。あ、そうか、あ、そっかそっか。それでサイゼリアステーキも1000円とか、イタリアン、うん、ミラノ風ドリアとか食ってたら大変だから。エスカルゴはだから普通のペペロンチーノ頼んで、エスカルゴ頼んで、エスカルゴ全部汁ごと乗っけて混ぜて食べるとすげえ美味しい。いや、しかしグルメだというわけで上村牧場さん煮て食べてまいりましたが、いかがでしたでしょうか。本当にだからすごいっていうのが伝わったかと思います。今回僕が食べましたカルビのやつも、あの厚切りで食べてあんなに美味しくて、ご飯も進んで、でプラス500円でのあのサラダバーのクオリティね、美しすぎません？なんか今回トマトだけでも500円の元取っちゃってるようなみたいな気分になれる、その贅沢さ半端じゃなく素敵なお店でございました。で、今回の撮影はね、ちょっとイレギュラーな感じになりましたけども、楽しかったです。サッカー仲間がいることが、あの、嘘じゃないということがね、お伝えできて嬉しかったです。なんか中にはさ、ハイジーなんか架空の話してるんだろどうせって疑ってた方もいるかもしれませんけども、本当にサッカーやってたことがお伝えできてよかったかと思います。とにかく上村牧場さん、完全に幸せ満喫できる最高のお店でございました。美味しかったですので超おすすめでございます。気になった方がいらっしゃいましたら、食べに行かれてみてはいかがでしょうかっていうのもありますが、それは一旦置いておいて、また変なコメントが来てるんだ、だから紹介しますけれども、もずくさんチャンネルさんからのコメントで、子供の頃は白いブルマを履いていたんですね。そんなことないのだから、そもそもブルマも履いてない、今日もブルマ履いてないことはもう人と一緒に来てる時点で分かりますよね。一人だとしてもブルマ履いてこないけども、サッカー終わりにね、じゃあ僕が上村牧場さんに来て外観とか撮影している時に、後ろからチームメートがいて、その僕をねニヤニヤして見てる時に、もしも僕がブルマ一丁だったら、オープニング撮影してんだハイジーみたいな顔よりも、いやブルマ履いてんじゃんハイジーになるから、そもそもブルマじゃないことはお伝えできたと思いますけども、これが何を言ってるかと言いますと、僕が1歳の頃の写真をね前回ちょっと出したんですよ。その時の僕が白ブルマじゃなくて、あれおむつ、おむ、ただ確かにね、外でおむつ一丁かいっていうそんな問題もあんのよ。キングさんからのコメントで、こうなったら積みますシリーズ、小籠包が蒸し器に張り付いて底の皮が全部剥がれた時これはもうとうとうやっと久々に正解の積みます出ましたね。そもそもはこうやって本当にこれはもう積んだもうダメだって、じゃあさ、小籠包ねの一番の楽しみはちょっと皮の底のところにプチって穴開けて、それをレンゲですくって、その出てきた肉汁をチューチュー吸うのがマックスじゃん。あれ吸いたくてみんなさ、注文するみたいなとこもあるじゃん。なのに蒸し器から箸でこうやって出そうとしたら、そこが破けて全部それ出ちゃった、それもう罪よ。これはもう本当に大正解、ありがとうございます。こういうのを聞きたかった。そしてエンフィールドインドさんからのコメントで、ハイジーさん積んでるシリーズ、審判の服着てたらオールブラックスのスクラムの先頭にいたこれだからこれはないの、これは別にあるあるでも何でもなくて、そんなことないんですけども、確かにこれ罪よ、ぺしゃんこになるもんだって。
あのもうペラ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 のハイジーできちゃう、ペラペラジーできちゃうから絶対に避けたいシチュエーション。ドラえもんとかでさ、なんかどこでもドアでガチャって開けて静香ちゃんのお風呂場に行っちゃったみたいな、あれもさ本当はもうめちゃくちゃ嫌じゃん。本実際にどこでもドアがあったとしたら、あれやった瞬間にあの犯罪者扱い、もうそのままねぶち込まれちゃうから、しかるべき場所にぶち込まれちゃうから絶対あれも嫌なんですけども、それ以上にオールブラックスの戦闘はもう開けた瞬間にそこにいたらもうおしまいよ。それでは本日のランダムコメントのコーナーでございまして、皆様いつもたくさんのコメントありがとうございます。では本日も行ってみたいと思います。せーの、タンタカタン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 、こちらディディンディディン、ロッソフェラーリ27さんからのコメントで、麺よりまずはオンリーつゆすすりでつゆ飲み干さないとってありますこれはうどん屋さんのね、武蔵野うどんアットンさんの動画のコメント欄のコメントかと思われるんですけども、まず僕オンリー麺すすりっていうのをねやりましたよ。武蔵野うどんだからめちゃくちゃ麺にもコシがあってムチムチで美味しいっていうのをまずは麺だけで堪能したいと思ってやりましたけども、それよりも先にオンリーつゆすすりで、じゃあもうつゆだけグビグビ飲んで麺残すの、麺だけが全部残っちゃうの、その計画性のなさ大丈夫で、なんかさそのオンリーつゆすすりだとか言ってさ、じゃあまずは一口これをクピクピ吸ってみましょうかと言ってちょっと飲んで、あうまいなって止まんないって言ってグビグビ飲み干してカンってやって飲んじゃったぜっていうのを想像したらちょっと面白いけども、批判のコメントはめちゃくちゃくるよね。僕そういうの知ってるから。